じゃあもう服着ていいっすよね。ダメでーす。なんでですか。ダメでーす。なんでですか。もう寒いです。それがまた面白いとか言いながら楽しんでるんでしょ。オリオでーす。ナオでーす。あ、そんなこんなでですね。そうですね。まあ撮り直しファイルなんですけど。言っちゃった。まあさっきね、失敗しちゃったんで。そうそうそう。まあそのどうしても撮り直さなきゃななんて思いながら。そうですよ。そうです。いけない。グダグダですよ。グダグダな。ゆるゆる。ゆるゆるですよ。あれはいけない。何もかもあれはだってなおちゃんがさ、ゴム外していいって言ったから。ちょっと。ゴム外していいって言ったから外したんじゃん。だから俺な中に出ちゃうかもよって言ったのに。あかんよ。あかんよ。あかんよ。ダメだ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 よ。No, not yet. No, ね。それ。まあ今日もね。はいはいはい。一日長い間。はい。ラジオと、はい、そして、駄菓子チャンプという名のもとのセクハラにお付き合いいただきまして、チキショーだいぶセクハラだ。喜んでたくせに全部気持ちよかったんじゃないの実は。こらこらあ、怒られた。あ、もういいよ。まあ、そんなこんなでですね、駄菓子も、まあ、余るぐらいの、そう、ほんと余ったね。300円結構、ね、あるね、無限の可能性を。なんかビスコなんかそのまま余ってんじゃないですか。ビスコね、普通のね、ノーマルな味のね。それはあれでしょ、美味しくて、あれ、いちごのやつってどう書かれてた。いちごも美味しくて強くなる。あ、そう、ビスコは美味しくて強くなる。色と味が違うだけ。そう。あ、なんかこう外見がちょっと違うとかそういうのないんだ。ないです。あ、なんだ。そうなんですよ。これでもうまいんだよね、ビスコね。ビスコ、そうなんです。これ全部でいくつだっけ。5枚。5枚。あ、入ってるね。入ってます。それをこう、あれだよ、ちょっとしたコーヒーと一緒に食べれば十分おやつだよ。おしゃれお菓子ですね。おしゃれお菓子、これいい、いい駄菓子。小腹がちょっと空いてる時なんかに、そういいよ。 OL してる人には重宝するよ。いいと思いますよ、ビスコ大好きです。いいよね、ビスコ。いい、子供だけのお菓子にしとくな。もったいない。大人のビスコ。大人のビスコ。またもうお寮さんに引きずられるから。ほら。大人のビスコ。おかしいな、私までおかしくなってくるじゃないか。聞いた、大人のビスコだって言ってないよ。そんなね、はい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 、大人のビスコをね、頬張りながらのなおちゃんですけれども、はいはい、そうですね、はい。ほんと、流したい。そうですね、いなせだね。で、その中でですね、はい、まあ自分が買ってきた中で、うん、まあいろいろ味わいもしいの、はい、したんだと思うんですけれども、よかったです。さあ、はい、この中で出よう。出てるよ。で、噛んだか俺今。大丈夫ですか。この中でですよ。ですよ。チャンプをね。あ、なるほど。駄菓子チャンプという企画の趣旨のもう最大限の、もう最終目標といたしまして、チャンプをぜひ決めたいなと。決めなきゃ。はい。はい、というわけで、じゃあまずはね、俺から行きましょう。おりょうさんの。俺から。まあ、食べた中でと行きたいところなんですが、はい、やっぱりね、こいつだね。俺はこのスーパービッグチョコね。スーパービッグチョコ、オリオのスーパービッグチョコ、ね、オリオのスーパービッグチョコ、サクサクとまろやかチョコね、はい、スーパービッグチョコ、スーパービッグチョコ、これいいよね。よかったですね。コメントとともによかったですね。何でしたっけ。エイジならではのビッグチョコ。丸ごとかじってビッグな気分を楽しみください。っていうね、はい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 、そんなスーパーこれ、まあ、今回はお腹の都合で食べてないんですけれども、うん、これはやっぱり外せない駄菓子って考えた時には、うん、そうですよね。うん、豪華な気分になれる。そう、豪華な気分になれる上に、エイジのことも思い出せる。エイジのことを思い出すのはオリオさんだけ。あれ、おかしいな。おかしいな、なおちゃん好きなはずなのに。おかしいな。そんな感じですわ。ほうほう。だからもう駄菓子って考えた時には、うん、真っ先に出てくるのはやっぱ知名度からね、うん、うまい棒だったり、まあ、そうですね、うまい棒するんだけれども、うん、やっぱりね、でスーパービッグチョコだね。なるほど。普段甘いものそんな食わないのね、実はね。
だけどこうこれはこうなんかほんと小腹空いた時には食いたくなっちゃう、うん、まあ、あと全然こう打足なんだけれども打足、はい、草なぎ剛くんが CM してるとはい、あれの CM 知らないかな、一本満足って CM 知らない、一本満足、一本満足って栄養補助ってやつ、食品的な、そう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 、はい、なんだっけ、でかい&安い&うまい、違うなそんなにいろいろついてましたっけでかい&うまい&ヘルシーだ、ヘルス、ヘルシーって言うんだ、はいはいはい、あれの CM が最初好きで、うん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 、買ってみたらどうなんだろう、まあ味は大味なんだろうなって思ってたらあれうまいんだ意外とね、あ、へー、美味しい、あ、食べてみます、あれはいいよ、へー、食べちゃいな、食べてみる、うん、一本満足、お腹にもいいよ、へー、うんうんうん、っていうね、まあそんなオリオの駄菓子シャンプーの感想でございました、はい、さあ続きまして、はい、まあ、なおちゃんまずね、うん、服着てあ、そうか、うん、まず服着てからね、そもそもね、寒いからね、うん、もう俺にだけ見せる全裸はもういいんだよもういいんだよ、なおちゃん、もういいかな、うん、そろそろいいかな、そう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 、なおちゃんってあそこはああなってるんだ、ほらいや別に俺何がどうなってるって言ってないよ、ほらご想像にお任せします、うん、はい、スーパー妄想力開始開始そんな感じでね、まあ、全裸もしまっていただいて、そうですね、そろそろお菓子をね、はい、駄菓子シャンプーを今日300円でいっぱい買ったから、はいはいはい、全部収録中に食べようと思ってたのに、うんうん、食えないね、食えない、食えなかった元の原因 の、はいはい、ビッグカツビッグカツをチャンプに、お、ビッグカツシャンプシャンプにおらららら、はい、ビッグカツですよね、ビッグカツですね、そう、ビッグカツ、こいつがチャンプですか、チャンプですわ、あ、そうなんだ、意外にね、うんうんうん、まあ確かに腹持ちも良さそうだもんね、そうそう、ビッグカツ30円おらららららなんすけども、うん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 、だいぶお腹いっぱいになった、あ、ね、これでほとんど食べれなくなったぐらいだから、お腹空いた時はあれ食べようと思いましたね、全ての敗因はね、そうジャージャー麺買っちゃったことだと思う、あ、言ったまあ、これをね聞いてる人は全然わかんないと思うんですけれども、だったね。駄菓子チャンプをやる前にですね、まあ、はい、時間帯も時間帯だったんで、はい、お腹空いたんで、腹ごしらえだってことで ね、駄菓子だからと思って甘く見てましたね。そうですよね。じゃじゃ麺ぐらい食えるだろうと。食えるだろうと。食べれるだろうと。まあそれをね、コンビニで買って、はい。まあ振ってね。振ってね。酔ったから振ってね。そう、ね、食べたよね。食べてね。食べて、オリオさんはウィズ麦とホップですからね、麦とホップだから、まだ残ってるからね、これでかいの、買いすぎです、珍しく酒残してるんだよ、あら、いかんですよ、いかんですわなおちゃん残さず食べたけどね、あ、そうですか、美味しかったですか、もうあと5回ぐらい食べたいですよねどこ食べたんだいっつって、ね、何の話やね、いや逆に食べられちゃいましたみたいな食っときました、はい、もうなんかもうそこ食べなくていいっていうのにそこまで食べちゃうの、ついまで行っちゃいましたそう、駄菓子シャンプーですからね、あ、そうですよ、駄菓子の話ですよ、駄菓子、そうですよ、駄菓子の話です、全部駄菓子の話、駄菓子かしってタイプした時にタイプミスで駄菓子って出てこない駄菓子かしになって駄菓子かしって出てくるよね、駄菓子かし、おかしいよあれ残念だよそうなんです、おお、グビッといきましたね、麦とホップ、はい、お、からです、あ、飲み倒しましたよ、やっぱり季節がこんな季節なんでね、はい、この時間でも冷たいひんやりとまたこれトイレに行きたくなっちゃうよね、これね、うん、お財布落とさないように、おー、さっきさそうだよ、びっくりしましたよね、あ、いきなり走って戻ってくるんだもんね、そうですよ、なんだこいつ早いな、もうしょんべん垂れ流しかよみたいな漏らしたかぐらいの、ね、どういうことだって思ったら財布落とした戻ってきちゃったっていう、でもよかった、本当に最初に元いたところにあって、そうですね、行く道すがらだったら誰かに拾われちゃってるからね、うん、運悪かったらそのまま持ってかれちゃってるでしょ、うん、よかった
ったよ。よかった、よかった。その後ちゃんとトイレも行けてよかった。うん、漏らさずにね。漏らさずによかった。うん、ちょびっと漏れたね。あ、そっか。なんていうの、お財布が、あ、お財布がちょろっと、あ、っていうね。想像してください。はい。ちょろ、ちょろは、CM の後。CM ねえよ、その。何の CM？ そもそも。あ、じゃあ、ビッグカツが。ビッグカツチャンプで。これね、うまいもんね。うまかったです。さらに自分でソースを足して食べたい、うん、あ、いいね、うん、あ、俺だったらね、うん、まあ、刻みキャベツの、さっき言ったじゃない、はい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 、これの時か、うん、刻みキャベツもあってなおかつ刻んで卵とじにしたいって言ってたよ。卵とじね、それも美味しい。これ絶対ね、電子レンジでチンだけでもうまいぜ。 あったかくするだけでも、そう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 、柔らかくなるし絶対美味しくなると思う。はい、絶対晩ご飯のおかずだよ。そうですよ、これ駄菓子の域を超えてるチャンプだと思う。チャンプだね。さすがいい千里眼ですよ。本当ですか、うん、全部食べれなかったこいつのせいっていうね。ね、そう、あのビッグカツ食っちゃったから、あの残ったそうね、私セコイアの北海道ミルクも食べたかったのに。セコイアはね絶対うまいから。そう、セコイア食べたことなくて、うん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 、おばさんが美味しいって言うから。ほんとうまいよ。買ったのに全部ビッグカツに持ってかれた。一番おすすめなのはセコイアのね、スタンダードなやつがうまいのよ、はい、チョコタイプのやつ、茶色い感じのチョコの、普通のチョコの。今それ買ったのはあの白いホワイトチョコだもんね。そう、北海道ミルク。これもね、まあ、うまそうなんだけど、俺はどっちかって言ったらホワイトチョコがダメなのね。クリーミーダメですか。そうそうそう、そっかそっか、カカオが入ってなきゃ嫌な感じ。なるほど、うん、へえ。だからガトーショコラは許すけど、あ、うん、ガトーショコラは許すけど、クリームチーズケーキはノンサンキューよみたいな。ああ、食べれと言われれば食べられるけどね。でも好んではかなわ。おっと、時間ですよ。さあ、もう、はいはい、そろそろね、はい、体の寒さが限界なんで。寒い。本当寒いね。寒い、日が落ちた、寒い。あれだよ、まあ、奈緒ちゃん後からね、俺がこうギュッと抱きしめてこう温めてあげるから、ね。OK。でも抱きしめた瞬間に入っちゃうかもしれないね。話だ、何の話だ。いろんなものがね、下から上から入っちゃうかもしれない。まあ、そんな下ネタにもずっと付き合っていただき、はい、ありがとうございました。これかわすの大変だったんだから。かわせてないよ。全部受け止めてんじゃない。まあ、そんな奈緒ちゃんがね、はい、あれですよ、好評でしたら、はい、次からまた次からまたゲストで、ゲストで、うん、好評でしたらね。絶対好評だってこれ。ないと思うよ。いや、そう思ってんだろ。ないと思うよ、下ネタ全部かわしてくからね。ここまで見事に下ネタをね、受ける子はいないね。流す子はいるよ。流す子はいるよ。私ちゃんと流してますよ。いやいやいや、流せてない。流してますよね。私割とまだ清純なイメージでなんとかなってますよね。なってないな。あれ。もう青春派のイメージ全部崩れたよ。ちょっと待って待って、私のブログで全然なんていうの、あばずれになっちゃったよ。ちょっと待ってまだ青春な子ですよ。いやいや、もうだってね、アウト。いや、ラジオの、あ、じゃあ後で全部聞き直したら分かる分かる。多分ね、いや四つん這いになってもうダメだって。ごめんなさいって。もうやっちゃった私。すいません私。汚れちゃった。でも、はい、次のゲストにもぜひね、あ、うん、また空いてる時にぜひぜひ、来ていただければ、はい、絶対ね、奈緒ちゃんは奈緒ちゃんで、はい、固定ファンいますから。俺その人たちからね、こうお前はいい加減にしろよと。お叱りに、闇討ちに合いそうなね感じがしますので。いや今から一人で帰るのが怖え。あ、違うよ、今からね、奈緒ちゃんを連れて、奈緒ちゃん連れてホテル街にしけ込まないでね。こら。何ホテルだ。はい。言わせねえぞ。言おうとしたらタイミングよく落ちなかった、ちきょう。まあ、そんな感じでね。またこの丸バツボタンのね、それさ、商品名なんていうか知らないでしょ。これなんていうんですか。それ例えばじゃあ商品名知らずに、うん、これを探してるんだっていうのを俺に伝えたい場合、なんていうこれ。クイズで使う丸バツボタン、うん、あースタンダードだね。俺これね、
これを探してた時がちょうど、マッキーとね、はい、2人